機雷処分具 S-7 は日本の技術研究本部が開発した機雷相当用の遠隔操作無人潜水機。大気雷戦においてはかつては掃海が大きな比重を占めていたが機雷探知機の性能向上とともに爆発物処理の手法による相当が注目されるようになった。その手法としては当初は水中処分員による人力作業に依存していたが 人員喪失のリスク低減のため、遠隔操縦、自走式の機雷処分具による代替が模索されるようになった。海上自衛隊でも昭和43年度より自走式処分具の開発に着手して75式機雷処分具 S-4 として正式化は、津島型層改底で装備化した。しかし同期は円盤型の機体のために運動性に問題があり、 また、おおむね先進度にしか対応できないという問題があった。このことから、より深い深度にも対応できる、新世代の機雷処分具として開発されたのが、本機である。研究は、昭和53年度より、深深度機雷相当装置、S、S-7 として着手された。昭和59年度に終了したが、そのまま装備化はされず、まず中心度用の1型が、宇和島型で、 ついで、新進土用の二型がやえ、山型で装備化されることになった。S-4 の反省から、高層体は、流体力学的に優れた魚雷型とされた。主推進装置は、高層体の微無量源に一気ずつ、垂直方向に稼働するアジマススラスターとして、取り付けられている。これは、それぞれ出力5 5キロワットの参照、誘導電動機によって、 可変ピッチプロペラを駆動するものであり、速力の変更や旋回はその翼角を変えることで行う。また、水平方向の姿勢や、深度の変更のため、高層体の全部にはトンネルを設けて、垂直推進装置が備えられている。高層体先端の大型の窓の中には超音波、水中映像装置が装備されており、捜索用と類別用に切り替えられるようになっている。 その映像は、高波長多重通信装置を介し、誘導電線と同軸に配置された光ファイバー、ケーブルを通じて、母艇の操作盤に送られる。また目視での捜索、類別のために抵抗量、ビデオカメラも備えられており、超音波水中映像装置の脇に一組、中央部の上下に、各一組、それぞれ照明装置と、セットで設置されている。爆発物処理のため、 高層体の先端下部に、かかりいさカッター、また底面に処分用爆雷を備えている。係か,かりいカッターは、係か,かりい雷に対して使用するもので、少量の火薬を爆発させて、その爆発力を利用して、鋼で柵を切断する方式である。超音波水中映像装置できらいに接近、LLLTV で柵を確認、係か,かりいカッターで柵を挟み込んだ後にカッターのみを、 留置して構想体は離脱し、母体に帰還した後に遠隔操作でカッターを作動させて、策を切断する。一方、処分用爆雷は、鎮定機いに対して投じて使用するものである。ありがとうございます。